スランのエロかがり戦法って童貞にしか効かなくない、に対するみんなの反応をまとめてみた。アスランの妄想戦法って相手が童貞じゃなきゃ大して効果なくない。普通に大人相手だったらあの程度で動揺もなんもないだろうし。でも戦術覗こうとして色画像出てきたら誰でも驚くから。引き継ぎ資料の中にエロ画像フォルダがあったら仕事中でもびっくりするでしょ。少なくとも思考は止まるだろ。いきなり国家元首のエロ妄想が視界に飛び込んできたらビビるだろ。セクシーコマンドは紙にも効く。ほんの一瞬でも隙を作ればいいからね。ダミーバルーンで視界を塞ぐのと一緒よ。だから挑発しまくって相手の人格レベル測ってたんだろ。お前ゲームでも何でもええけど対戦相手が急にエリザベス女王のエロ妄想を始めたら動揺するだろ。かがりは国の代表やぞ。まるでシュラが童貞みたいな言い草。シュラが童貞か童貞じゃないかって言ったら確実に童貞。考えてみろ、スポーツの試合中に相手が急にエロい妄想を広げてきたら多少は動揺するだろ。仮にムーさんが同じ能力持たされて同じ場所に立たされたとしても一瞬フリーズはすると思う。というか戦場に実力者として戦ってんのに相手がエロ妄想してるなんて、真面目にやれか、ふざけんなか、おいちょっと待てなんだ今のはになるんじゃねえかな。そうだ、どうせ聞こえるなら、聞かせてやるさ。サラ、好きだ？サラ、愛しているんだ。サラ、エクソダスをする前から好きだったんだ。好きなんてもんじゃない。サラのことはもっと知りたいんだ。サラのことはみんな、全部知っておきたい。サラを抱きしめたいんだ。潰しちゃうくらい抱きしめたい。心の声は、心の叫びでかき消してやる？サラ、好きだ。少なくとも俺はゲームでもスポーツでもなんかで真剣に戦ってる相手がそいつの国の代表というか大統領のエロ妄想を始めたら度肝抜かれるよ。でも仮に白っ子とかハマーンみたいなのがあれ見せられたら、ふざけるなよ小僧、ぐらいには切れるだろうし童貞以外にも挑発として強いと思う。命を懸けて接戦してる相手が何考えているか覗いてみたらエロ妄想しながら戦っていたことに動揺しない奴はいない。なる、ほど。一致は忘れているのだ。あのシーンは互いに命を懸けた戦場であることを。よっしゃ命の取り合いするぞ。ってなってる時に急にエロ妄想されてみろ。びっくりするさ。おそらく戦闘と関係ないこと考えて動きを読ませないのが目的であって動揺させるつもりではなかったと思う。なんかクリティカルヒットしちゃっただけで。俺たちはまだアスランとカガリの関係知ってるけどあっちは知らんからマジで意味わからん。ただのエロ妄想でさえ意味わからんのに相手は国の代表ぞ。戦場とは一瞬の油断が命取りなのだ。そんな状況でいきなりエロ妄想を。一秒の隙が死につながる戦況で、その一秒の隙を作る手段としてあるならば、動揺しなくても、操縦してこう動かしたいという思考を見ようと身構えながら全く別のポルノ映像が出たら、なんだこれは、と思考のリソースを削られるし。しかもアスランは広く名前の知れ渡った歴戦の勇士なんだ。シュラから見ても今までいなかった自分と同等レベルに強い相手、そんな奴との戦いは楽しいなぁ。でも勝つために頭の中覗いてやるぞ。同格だと思ってる相手がエロ妄想しながら戦ってるって。こいつ自分と戦いながらこんな余裕こいてるの。って自分の強さに誇り持ってる奴ほどデバフ食らいそう。ふざけやがってってなる可能性もあるけどそれでも冷静さは隠しやっぱ夜勤部へ帰りは違うぜ。夜勤帰りへの熱い風浪被害。ハリポタとかエラゴンとかのファンタジーもので独身術に対抗する手段としてダミーデータをあえて見せるのは結構あるある。さすがにピンクな妄想を見せるのは自分が知る限りこいつだけだが。独身するたびにエロ妄想を見せられてイラつくし、かといって独身を止めると自ら強みを捨てることになる。どっちにしても相手の嫌がることを超お手軽に押し付けられるんだから呆れるほど有効な戦術だぜ。まあ問題はエロ妄想しながら相手と戦えるぐらい強くないと使えない手なんだが。頭の中覗いたら次の動きのイメージ映像じゃなくてアダルトビデオ流れてきたようなもんだぞ。思考停止して固まるわ。真面目な資料めくってた時に岸田総理のエロコラ出てきたら誰だってびっくりするだろ。そらびっくりするけどびっくりの方向性が違うだろう。アスランいじりをしていたお前たちも、初見時は困惑しただろう。長いことアスランをまさぐったりネタにしてきた層も想像できなかったろうし、こいつの言うこともまあ、うん。あのシーンは急に銀玉になった感があった。マテやアグネスとやった可能性あるだろうが。戦場でなぁ、恋人や女房のエロ妄想する男は、変態なんだよ。
大人の余裕を見せつけつつ、目的を達するために最適な手段を選んだらそれが嫁の超可愛いキス顔の想像になってしまう男側が息子アスラン、ザラだ。婚約者に可愛いですわねって言われたから無限にハローを送る男だぞ。それくらいある。むしろ陰備であるほど精神的攻撃をしてくる相手へのカウンターメジャーとして効果的と知ったらもっとどぎついものをお出しするし部下にもそう指導するだろう。さすがだアスラン。飛び火して若い頃嫁のエロ妄想してた男にされたお父様。こういうギャグは全部両沢脚本だったらやらなかっただろうな。福田がクロスアンジュで培ったもの。かがりに命を預けたリモート操作状態でかがりのエロ妄想するとか高度なプレイすぎる。上下関係を抜きにしたプライベートな女性関係なさそう。アスランとかがりの関係性は認識してなさそう。かたや伝説のエース、かたや国家元首。なんかエッチな妄想叩きつけられる。東堂のペンダント見たま人。スレの議論見て騎士官の正体に気づいたわ。はじめの一歩の青木勝だ。アスランのやった戦法って。そうか、官位無用空将見た時の俺らか。理論上は猫騙しと同じ原理ではあるんだろうな。なんなら、見るタイプの妖怪や呪いには性的なものがカウンターになるというのも電気物なら王道として知られてる。まさかそれをガンダムで見るとは思わなかったが。バッティングセンターでボックス入ってたらいきなりアメリカの大統領の裸キスが強制的に脳裏に浮かぶんだぞ。その状態で打てるか、弾を。少なくともエロ画像に耐えても見られるのはエロ画像なので戦いの利点は何一つない。なんなら見た結果見せた側が、何見てんだお前って勝手に敵意増幅させる。急だけどもしそこにエロ妄想が飛んできたら、びっくりするさ。出たな割と真面目にちゃんと AT フィールドを説明してるやつ。つまりこれセクシーコマンドなんだよね。高レベルの戦場であればこそ一瞬の隙、わずかな思考停止は勝敗を分ける。愛に気づいてください。僕が抱きしめてあげる。これは間違いなくシードフリーダムのテーマですね。MS の戦闘中なんて集中力使いまくってる状態だからそこに唐突にエロ画像放り込まれたら思考はどうやっても一瞬止まるんよ。なんハッキングしてきてんだてめえ。暗いパイロットがコツコツ集めてた合計 7TB のエロ動画を、とかやってた海外ゲームあるからあるあるネタでしょ。セクシーコマンドは大物であれば大物であるほどに効果があるやつ。昔、相原浩二が描いた漫画に、ムジナってのがあるんだが、ズバリその漫画の主人公の必殺技がアスランだった。忍法、羽頭ってやつで、カツラにバネが仕込まれてて、まさに敵に肉薄する瞬間にカツラをバネでポーンと飛ばす。殺し合いという極度に緊張を強いられる状況で、あえて意味不明なことをやって相手の思考に強制的に空撃を作る奥義。なお、主人公と劇中対峙するくの位置にも、敵前で唐突に全裸になって強引に隙作るやつも出てきたり、自動艇でも戦闘中にいきなりあんなもん見せられたら思考が狂う。今作で初登場なのに、強いのに、声優も豪華のにネタ枠になった愛しき男。小説版で明かされるくんは美しいくんは美しいのいとか笑えるんよ。相手が悪いよ、相手が。いろんな意味で相手が悪い。大体アスランとアグネスのせい。見たのはかがりのマッパだけどな。殺す。見せたのはお前やろがい。アスランがネタ枠みたいなもんもあるし。セクシーコマンドへの想定をしなかったばかりに。いや、愛道帝。最強だって見込んで決闘を望んだ相手にはしがみもかけられなかった男。無人キャラ気取ってる割には、独身ってズル使ってる上にやり方が何もかも汚い。って醜悪さ、もう逆に好きだな。だが心はエッチな妄想でドン引きする程度にはピュアだった模様。なんでや、使えるもん使う。って無人キャラなんてごちゃまんといるやんけ。アコードとやら、私の心を読んでみたまえ。めっちゃ騒がしそう。柔肌を晒すガンダム。ハレンチだぞ、ガンダム。お前に自被害でいる巣の情報入ってきそうなんよ。タイトルにある豪華要素全部ぶち込んでネタ的にも強いこいつがいてキャラ微妙に覆ってる修羅は哀れだ。イオとかリカルド。フェリーニなら全然被ってないのに。無人気取りのバカって意味では仮面被ってた頃のあんたも同じではあったよね。まあバカだっただけで修羅ほどひどくはないけど。そっちは従わずに好き勝手してたけど下道組織にいたのも共通点。口では拒みながら体は屈服する刹那のエロシーンが出てくるんだよね。時期によっては君も独身できるよな。まあレーターの地の文を読んでにそれに割り込むのは反則ですよね。レイアナザー、UC 宇宙世紀、BF ビルド、サンボル宇宙世紀アナザー、フリーダムアナザー、中村さんもいろんなタイプのガンダムに関わってきたね。まだなのは SDK ぐらい。
基本的に真面目なアスランが悪意を持って挑発した唯一の相手ってのが異質さに拍車をかける。ハレンチな人。でも、やはり最強はアスランザラかって名言を残してくれたから。武人みたいな言動してるけどアスランから見たら戦争でヒーローごっこしてるやからなんだよなぁ。そら切れるし煽る。自分らが支配者になるために自国と民を核で焼き払ってる奴に武人気取りで決闘がどうの言われても真面目に相手する必要ないよねと言わんばかりの塩対応アスラン好き。ぶっちゃけキラ倒す役に任されてて、ブラックナイツの中で明確に図抜けて強いし、アスラン相手に腕取ってるのは普通にすごい。こいつ単体としてはあんまり下水ことやらず、あの攻略法もあり、結構愛されるキャラになってるよな。シュラコーディネーターを超える新人類はヘアスタイルも新人類だな。